こんにちは、みしめぎです。よし帰ろう、いけ足短かった。はい、ということでね、帰ります。若松北海岸ですね、ここは。なんかね、こういう、ね、謎の、なんかこれなんだろうね、もう知らないんだけど、なんかいい感じの建物があるんですよね。うわ、怖っ。いや、今ね、ちょっとね、できなかった、怖くて。今何をしようとしたかと言いますと、Uターンですね。Uターン。実はですね、僕がね、他の元ブロガーさんの、動画も見させていただいてるんですけれども、何人かね、いらっしゃるんですけれども、主にね、ライテクの面で参考にね、勉強させていただいている元ブロガーさんで、志村さんという方がいらっしゃるんですよ。結構ご存知の方いらっしゃると思います。島風呂というね、元ブロガーされている方で、最近ね、コメントもしていただけるようになりまして、はい、お、かっこいい、ありがとうございます。かっこいいな。志村さんという方のね、元ブロガーをね、僕もね、よく見させてもらってます。主にライテクの面で、お勉強させていただいてるんですが、こういうね、道幅のところで、まあ、Uターンをするっていうね、動画をね、まあ、上げてて、はい、今それをね、やろうとしたけど無理でした。フルロックで Uターンっていうか、こう右に旋回するときに手が邪魔になりますってね、やっぱりその志村さんもおっしゃってたんですけど、本当にその通りですね。あ、藤村カフェさんですね。忍者だ。藤村カフェさん、いつか行きたいんですよね。で、そのフルロックするときに手が邪魔なので、こういうふうにちょっと外からかぶせるように持ってくださいということでね、言われてたりするんですけど、今ね、それがね、重くそ分かりました。むずいね。なんですかね、外からかぶせるように今持ったつもりだったんですけど、フルロック、僕めったにフルロックあんましないんですけど、ちょっと今ねやってみたところ、太ももに当たりましたね。お、警察だ。お、ビビった。特に何も悪いことしてないんだけど、ビビった今。手が太ももに当たりました。僕タンクに当たるもんだと思ってたら、タンクというより僕のこの右足に手が当たって、ちょっとアクセルがなんか回せなくて、あ、やばいやばいと思ったらアクセル回しちゃってみたいな、そんな感じだったですね今。いやー、難しいな。志麻さんめちゃめちゃ簡単にやってるんですけどね、え、やっぱそのだから今日何の話かと言いますと、そういうね、ライテクをすごく持ってらっしゃる方の、お話です。はい。すげえなと思うんですよね。志麻さんもだいぶ長いこと元ブログやられてると思うんですけれども、あの方はね、事務官をされてるのかな？はい。事務官をされてるので、まあそういうライテクをね、磨かれたんだと思うんですけれども、僕もね、その、ジムカーナーとか、まあ、その、サーキット走行とか、ちょっと憧れもありまして、やってみたいなっていう気持ちはすごくあるんですよ。おお、2台来てる。すごい、でも飛ばしてんな。飛ばしすぎー。あー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 おお、事故ってね、周りに迷惑かけないようにだけしてもらうしかないですね。まあ、その志麻さんもはじめ、そういう風にね、すごくテクニックを持ってらっしゃる方に、やっぱすごく憧れますよね。はい。僕も、そういうのに、なんか、参加してというか、趣味にして、ね、ライテクを磨けたらいいなと思うんですけれどもね、なかなかね、その入り口がわかんないんですよ。ジムカーナにしても、サーキットにしても、その入り口、どこが窓口なのかとかも全然わかんないし、何が必要なのかとかも全くわかんないじゃないですか。で、結構そういうのを、ウェブ、ホームページの、ね、ホームページ上でだったりとか、今だと YouTube とかで、動画で、必要な、初心者向けのね、動画とかもあるんですけど、なんかこう、いざ自分の身の回りでそれを探すってなると、なかなかなかったりとか、どこをつながりで、飛び込んでいけばいいのかとか、なんだろうな、ディーラー主催の、なんか走行会とかそういうのはやっぱあるじゃないですか。だからそういう感じで行くべきなのか、その辺がちょっと分かんないなと思ってね、今日そういう話ができたらなと思ってるんですけど、僕がね、今考えるのは、そういうコネがないんですよ、まず。まずコネがない。周りにそういう、身近な
こういう風に直接お会いして、なんか手ほどきをしてもらうみたいな相手がいないので、結局、まあ、どこかのディーラーとかになるんですけど、走行会に関しては川崎プラザ、まあ、川崎さんがああいうサーキットとかの、あのイベントと提携したりして、ね、案内されてるとかもあったり、あとライコランドとかああいう、バイクショップですよね、バイク用品店とかもやっぱそういう練習会ありますみたいな。で、まあ、あとはウェブで調べると警察が主催するような練習会というかもあるということで、まあ、そういうのに行くべきなんかなとは思ってるんですよね。あとはそのジムカウナに絞って言うと、僕がね通った恩賀自動車学校の教官の方が、ジムカウナをされてる方なんですよね。だから、まあ、そっちを頼っていくか、まあ、卒業生なんですけどみたいな感じでちょっと軽くここでありますよみたいな感じでちょっと行って来てもらうとか、もしくは大型免許取りに行った時にその教官ある程度指名はできるので指名して、実はちょっとジムカウナやりたいんですよみたいな感じでちょっとプライベートでもお世話になるとかね、そういうことをね考えてはいるんですけど、まあ何にせよねその一歩がなかなか踏み出せなくて、でまたねこの忍者誘惑の方が多分ねそういうのいいんかなと思うんですけど、この2ゴールになった場合どうなんだろうなと思って、そういうのに向いてなかったりするのかなって、少なくともサーキットは絶対向いてるはずなんですけど、ジムカーナってなってくるとやっぱりそのトルクとかそういう問題の方が大きくなるのかなって、まあちょっと素人考えで妄想してるんですよね。だから短気筒のバイクの方がいいとか、トルクとかの面で、むしろその速さスピードは関係ないので、おそらく最高速とかねそういうのは関係ないから、逆にそのトルクがあった方がやりやすいですよとか、実際どうなんでしょうね、ちょっとその辺がねまあ興味ありますっていうね動画になります。はい、いやーしかし本当ああいうライテク講座とか憧れますね。でも何かをこう教えるってすごいことなんですよ。自分が知っているもの技術とか知識を人に教えるっていうのは自己満足とかももちろんあると思いますし、逆に言うとその知識や技術をシェアして全体を高めるというね目的を持った立派な方とかもやっぱいらっしゃいますので、何にしろそのね人に教えるっていうことをできる方っていうのは素晴らしい方だと僕は思ってます。はい、なかなかね難しいと思うんですよ。人に教えること自体がまず難しいと思うの でよく言うのが、人に教えることによって自分の勉強にもなるということもありますので、まあねちょっとね僕もねそういうのにね、興味があります。ジムカーナーとか行ってみたいですね。まあただ思ってんのが、ジムカーナーってまあ多分こけると思うんですよ。どんなにあんだけ上手い人たちでもやっぱり限界を攻めすぎて転げちゃったりするじゃないですか。それをやるのにちょっとそれにふさわしいというか、こけても泣かない、まあこけても泣かないバイクって泣かないかもしれないけど、まあ、こける前提のねバイクもちょっと必要なのかなってちょっと思ったりもしてます。はい、中古のねいい感じのやつがあればそれを1台買ってジムカーナー用にみたいなのもいいのかなとも思うし、そういうことをされてるのかなとも思いますね。そういう感じで今日はまあそういうライテクを磨きたいなというお話でございました。一般道はライテクを磨くところではないので、クローズドコースだね、言うなればクローズドを走ってみたいというねお話でした。まあその入り口の入り方とか、まあもしかしたらやってらっしゃる方とかいるんじゃないかなと思います。もしくは経験者とかね、そういう方にね、こういう風にやったらいいよとかね、そういう話がお聞きできたらいいなと思って、今日動画を撮らせていただきました。まあもしねそういうのがありましたら、ぜひ、コメントに書いていただけたらね嬉しいなと思います。はい、ということで以上みそなぎでございました。ご視聴ありがとうございました。前が曲がるんでバイバイができないけど、バイバイ。